どうもニメンタルです秋の資格試験に向けてえ勉強中です。並びに以前よりこの YouTube 毎日配信をさせていただいております。 で私も勉強している中でですねあの気になったこととかわからないことを参考にしたいこと多々あるので他の YouTube なんかもよく拝見させていただいているんですけども時としてですねまあ、いろんな話題になったり勉強系の YouTuber の方なるんですけどもまあ私は私でまこういう形で,ですねまあ、毎日配信をま独自の形で続けておるんですけどもが、まあ、毎日配信しててもちょっとネタが結構大変なのでちょっと 今日はその話題の中のまあ一つですね、まあ、たわいもない話題なんですけどもおちょっと一つお話で取り上げさせていただこうかなと思いましてそれはあ問題集って何週何回繰り返せばいい,いいんですかっていう、まあ、問いというか話題というかになって、まあ、これはもう私があこう言うまでもなくですねもうそれぞれ個人差あるので多、えー、かろうが少なかろうがまあ あ正解はないと言いましょうか、まあ、正解はこの問題集がちゃんと分かりきるまでが、まあ、一つの正解なんじゃないかなと思いますもう本当人それぞれ個人差ありますし、まあ、あ決して、まあ、たくさんやればいいっていうもんでもなく少ない回数で、えー、理解される方もおれば、まあ、あの個人的には私この問題集を今行政書士の お受験勉強のために基本的にやってるんですけども、えー、現在8週目の途中なんですけど私は逆に8週でもまだあー足りてないです8週でも間違うことはあるし解説文を読んで、まあ、8週目でやっと分かることだったりあるし、えー、これと分かったからあじゃあこれはここかなっていうことで、まあ、リンクすることもあるしそれは人それぞれだと思います。えー なんて言ったらいいんでしょうかあまあ23週でもちろん飽きてしまう方もおると思いますしまあそれは性格に、えー、よるものをどん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 新しいものにトライしていきたい性格それはそれでいいと思いますし、うん、あのー、正解はないんですけども、えー、一つだけ思うのはやっぱり人は覚える以上に忘れることが多いので、えー、また覚え直してで。 それの繰り返しで、えー、どんどん,どん,どんお精度を高めていくものかなとは一つは思っておりますので、まあ、あ,るある程度その、さっきも言いましたように正解かどうかわからないですけどもおこれがお全問正解して、えー、自分の頭の中に咀嚼できるうようになるぐらいのレベルまでやれば、まあ、それで一、まあ、つの達成かなと思われます。えー ということで今日はちょっと問題集を何周回せばいいかなっていうお話でした。はい。明日もよろしくお願いします。